プレンティは、兵庫県神戸市西区工事台5丁目にある、複合型商業施設である。中核テナントのイオンフードスタイル、精神中央店の店番号は0405。神戸市西区工事台5丁目に1989年11月24日に、オープンした。専門店1番館、専門店2番館、イオンフードスタイル、精神中央店で構成されている。 かつては隣接して、百貨店の総合精神店も存在したが、2020年8月末日を、もって閉店した。また、ダイエート総合は、日閣一モールを形成していた。2017年の流動客調査では、年間来館者数は、約920万人だった。2019年度の売上は111億円。2020年度の売上は96億円だった。 2021年10月1日現在のテナント数は103点となっている25点。リノベーション、神戸精神中央活性化プランの一環で、2023年秋頃より順次リニューアルオープンすることになっている。専門店一番館の屋外のアトリウムコート、1階屋内のセンターコートが整備され、1階にはフードコート、3階にはキッズンド、 ファミリーフロアが新設される。専門店2番館はプレンティ中央広場に面しており、開放感のある店舗配置と空間活用が計画されている。プレンティの1階広場には定時になると人形が演出をするカラクリ時計がある。現在設置されているナデシコ時計は2代目のカラクリ時計にあたり、かつてはプレンティのマスコットキャラクターだったプレン君を元にした。 プレン君の夢が設置されていた。ここでは、プレンティに設置されているからくり時計について説明する。プレンティ回転と同時に設置。時計メーカーは成功。定時になると、塔のカリオンが鳴り、季節に合わせた曲を演奏する。その後、カリオンの音色で居眠りばかりのプレン君が目を覚まし、大きく背伸びをする。すると後ろの箱からタンバリンを叩く二人の少女が、 現れると、周りから、グリムドアの人形が登場し、ワルツに合わせて、ダンスをする。その光景を見た、プレン君は楽しくなり、タクトを振って、人形のダンスの指揮をする。すべての人形がいなくなった後、再びカリオンが鳴り、プレン君は、また眠くなる。大きな背伸びをした後に再び眠りしだす。人形との楽しい時間は、 プレン君の夢の中での出来事だったのであろうかというストーリー。プレン君の衣装は設置当時と晩年で異なっている。また、プレン君はボイスレコーダーが内蔵されており、子供たちと対話できるイベントも存在した。またかなり大掛かりな仕掛けだったためか、設置から間もない頃に故障や動作不良も見られていた。晩年は故障を繰り返した上、 部品不足にも直面していたため、プレンティリニューアルに伴う改装工事で2009年7月に引退と称して終了し、その後撤去。撤去が確定した際、プレン君からのメッセージに、僕たちは旅に出ることになりました。という子供向けの文章に、プレン君自身の引退である、撤去を意味すると思われる内容が記載されていた。撤去前は、 プレン君の横に並んで記念撮影やプレンティに来店する客にプレン君の夢の DVD を配布していたが DVD が大好評だったためプレンティに残しておく予定だった文の DVD もすべて配布してしまったこのためプレンティには可動機の DVD は残されていないなお長期の対話イベントは晩年は行っていなかったまたプレン君は マスコットとしては2002年に引退した。プレンティリニューアルに伴う、プレン君の夢撤去後の跡地に設置。宝くじの普及宣伝事業による寄贈。定時になると、プロジェクター機能付きの花びらが上昇。古敵隊の少女の人形が中央のパネルから登場。さらに、周囲のパネルからも人形が登場し、季節に合わせた曲を演奏。 さらにプロジェクター付きの花びらも季節ごとに異なる四季折々のグラデーション演出も行う。演奏曲は春は春が来た夏は我は海の子秋はもみじ冬はクリスマスイブクリスマスはサンタが街にやってくるお正月は1月1日を演奏また少子以外のプロジェクター演出も存在し周囲のスポットを踏むとプロジェクターに 約10秒ほど数種類の演出も行われる。しかし、現在は、この演出は行っていない模様。ありがとうございます。